さあ始まりましたペガサス&ユニコーンということで、どうもサンシャイン池崎です。加瀬坂の北村です。では早速このコーナー行きましょう。サメ映画おしゃくりとーい。ドゥンドゥン。いやサメ映画をですね、はい、ずっと見続けてきて、で大体ねアマゾンプライムで見るんですけど、うん、はい、結構ねサメ映画が見れないんだよね。どういうことですか？なんかね昔配信されてたけど、はい、現在はもうレンタルできませんみたいな、あ多いのよ。そういうのもあるんですね。そう、このサメ映画見てえなって言ったら、はい、現在はレンタルできないって言って、はい、なんか結構肩身の狭い思いをサメたちがしてんのよ。サメたちが、はい、だからね、はい、ちょっと今日サメ映画見てないです。ついに今日は見てない。あのね、はい、またそんな B 級映画をうろうろしてたら、はい、ちょっと気になるのがあったんで、はい、すみません今週はサメ映画お休みで。まあそういうことですね、うん、映画自体は見たけどサメではないっていう。そうで、まあ今回ですね、はい、他の見ました。新たなジャンル、はい、デビルズメタルを見ました。デビルズメタル、デビルズメタル、メタルってあのバンドのね、はい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 、顔に世紀末みたいなさ。はいはい、はい、あれね、メタル、はい、の映画です。デビルズメタル、悪魔のメタル。まあもうそういうこと、はい、結構良かった。ほう、これね主人公がもう簡単に説明すると、主人公がもうめちゃくちゃメタル好きの、うん、メタル男のロン毛の男なの、はい、いかにもメタル好きなやつ。ザザ、そう、それが親とうまくいかなくて、なんかおじさんの家に行くことになったの、はい、でおじさんの家は結構キリスト教にこう感謝してたり、うん、真面目なおじさんのおじさん夫婦なのよ、はい、そこにメタル野郎が来て、はい、メタルをギュンギュンやって、はい、やめろとか怒られたりするんだけど、はい、でそんなね主人公がね、ある日その町のレコードショップで、うん、メタルやってる他のやつと出会って、はい、メタル仲間ができて、はい、で学校にもメタオタクのメタルマニアみたいなのがいて、いくつぐらい、結構少年なんですか？高校生。ああ高校生、はい。でね、である日ね、そのレコードショップで出会ったやつが、うん、この町に伝説のメタルのやつが住んでるっていう。メタルのやつ。もうなんかねレコードショップで見つけた、はい、そのレコードが、はい、それは名盤だって言って、はい、これを作った人はもうとにかく薬もやりまくって、はい、この一曲を作ってもう酒も飲んだくれて、なんか警察から逃げて、はい、消えてた伝説のメタル野郎だっつって、はい、そいつがとんでもないやつがいる、そう、はい、でここに住んでるって言って、はい、でその家がなんかねネットに載ってたっつってなんでか知らんけどネットあったから、はい、で潜入すんのよ。でそしたらいるのよ伝説のメタル爺さんが。あ結構上なんですね、もう、はい、もうおじいちゃん結構、うんうん、でおじいちゃんがレコード盤を抱えながら寝てて、なんでよしあのレコード盤を盗むぞっつって、はい、そーって取るの、はい、そしたらギューンって起きて、なんだ貴様らって言って、はい、って言って、でいやちょっとあなたのファンでとか言うんだけど、てめえらぶっ殺すぞとか言われて、はい、そしたらまた別の組織のあのスーツ着たマトリックスみたいなかっこいいスーツ着た強そうなやつが出てきて、はいはい、そのレコード盤をよこせみたいな、うん、言ってくんの。そしたらなんだあいつらは、なんだこいつはってなんの、その侵入した主人公たちも、はい、でそしたらその伝説のメタル野郎がその侵入した主人公たちにこのレコード盤を持って逃げろっつって、でバーンって逃げて、はい、で伝説のジジイは殺されて普段そのやつに、はい、でね、うん、
で持って帰るじゃん、はい、で主人公と主人公と新しく友達あったメタル野郎、はい、あと学校のオタク2人、うん、友達がいるんだけど、はい、でこんなの持ってきたんだって言ってレコード盤を開けたらその中からレコードはもうなんか偽のレコードだったらしいんだけど、はい、古文書みたいな楽譜が出てくるのよ、うん、そしたらなんだこれって言ってラテン語だって言って読むわけよ。そしたら黒い賛美歌って書いてあって、はい、悪魔を呼び出す黒い賛美歌みたいな書いてあって、それでこれ俺たちのバンドの曲にしようぜって言って、はい、よしやろうって言ってギョーイーンって言って、はい、演奏し始めたら、はい、みんななんかもう頭がトランス状態というかふわーってなるの、ほう、倒れそうになるので、爆音でやってるから、はい、そしたらその真面目なおじさんの家でやってるんだけど、その真面目なおじさんが、あ、いい加減、もう やめてくれって言って来るの。敬虔なキリスト教徒だった、そう、そのおじさんが。そしたら、はい、止めに来たら、その音聞いたら、目とか口からもう血が吹き出して、ブワーって出て、はい、で結局何だったかっていうと、はい、弾いてしまうと、悪魔が蘇る魔曲だったの。はい、で、これを聞いた人は、心が汚いやつは悪魔が取り付いてしまうっていう曲で、ほう、もう街中がね結局悪魔だらけになる、はい、悪魔に取り付かれた人間だらけになるっていう話なの、はい、でねみんなでどうにかこの脱出しよう、脱出というかもう切り抜けようって言って逃げるんだけど、はい、その学校の、あ、学校じゃない、その住んでるおじさんがもう悪魔化して襲ってくるんだよ。心汚かったんですね。そう、夫婦で夫婦で狂ってうわーって襲ってきて、はいはい、逃げろーって言って、あの部屋に逃げ込むぞバンバンって言っておじさん夫婦の寝室みたいに逃げ込むの、ドア閉めて、はい、そしたらどうにか武器がないかって言って、そしたらこっからがやっぱメタル映画だなと思ったんだけど、メタルスプラッタ映画だなと思ったんだけど、あのその真面目なおじさん夫婦の部屋からむっちゃくちゃエロい大人のおもちゃ出てくるこれだってこうやって言って なんでそれなのそれじゃないだろ。でドア開けて、はい、その大人のおもちゃでおじさん夫婦をボコボコにぶん殴ってどういうこと倒すのいや俺の想像してるその、うん、めちゃくちゃエロい大人のおもちゃっていうのが、うん、その武器に使えるようなもんなのか。あーでもザ大人のおもちゃっていうのもあるし、もっとあ SM グッズとかそういうことですか。あ、攻撃にも使えそうな、そういうことでもなく、あのね丸いものが連結されてるやつ10個ぐらいの丸いやつが連結されてるやつが出てきてそれでもう悪魔おじさんをベシベシ持ってたって、はい、ちょっと待ってください、うん、なんでアナルパールでチビチビ出すの。もう一人がやっぱ大人のおもちゃといえば、はい、あの震えるやつね、はい、震えるやつのでけえやつが出てきて、巨大バイブレーター、うん、はい、それをおばさん悪魔の両耳にポッてぶっ刺して「くれ!」とか言って入んねえなで耳ぶっ刺して倒す、そんな映画だった一気に、うん、一気に B 級になりましたね。そのそうおっさんおばさんの部屋入ってから、そうでいろんなね、まあ、逃げて学校に隠れたりとか、はい、するんだけど、まあ結構グロ描写が面白いんだけど、はい、あれも良かったね。その主人公のね友達がチェーンソーで戦うんだけど途中から、はいはい、もう悪魔チェーンソーに、うん、メタルを食らえって言って悪魔チェーンソーのケツにチェーンソーをぶち込むっていうシーンとか名シーンだったね。え、どういうこと悪魔チェーンソー、あ違う、悪魔の人間が倒れてるんだけど、あそいつにのケツの穴に、はい、メタルを食らえって言ってチェーンソーをピューンって言ってうーって言って倒したりとかメタルなんですかそれは。結構下品なんだけど、へでもねストーリーは、はい、
割としっかりしてて、あとテンポむちゃくちゃ良くて、普通に面白かったね。おすすめですか？結構グロが大丈夫だったらヒトロはいけると思う。ぜひじゃあ、ご覧ください。ぜひ見てください、はい、本当にとんでもないおすすめ、おすすめ、こんな使い方があったんだと。いや使い方そういうのじゃないんですよ。さっき出てきたようなやつはすっごいぶっ刺すじゃんと思って。いやまあ下品で爽快な映画でしたね、はい、いいですね。はい、じゃあいきましょうか。はい、第23馬力のペガサス&ユニコーン。さあ始まりました。さあ、いや改めましてサンシャイン池崎です。ご先祖北村です。池崎さん、はい、4月入りましたよ。早いね、もう年度区切り。早いよ、はい、勘弁してほしいね。新生活に入った人もいれば、うん、卒業した人もいますし。そうだね、早すぎるな。あっという間ですね、4月ね。4月はね、大学の時なんかはね、俺男子寮だったからね、はい、毎年新刊、そっか、新刊ダンスパーティーとかあってね。出た、うん、一列並ぶんでしたっけ、女子寮の前に男たちが全員並んで、はい、番号言って並んで、はい、そこの横に女子寮の同じ1年生が並んでペアになって、はい、ダンスパーティーをするっていうね。それってあれですか、新入生同士だっけ。そう、新入生同士で、あの1個上の2年が仕切り。それって、うん、ごめんなさい、単純に何のためにやってるんですか。そのもう本当の、うん、巨大合コンみたいなことなのか、その男女の、うん、ちょっと交流深めろよ的な雰囲気なのか、どういう空気なんですかそれって。多分、うん、やっぱもう大学生特有の、はい、文化と、まあ巨大合コンだと思うわ。巨大合コンなんですね、多分。あ、そうなんだ。うん、だって、はい、それ出発する前にもう本当に今日はもう帰ってくんだよって先輩に言われたから。あ、なるほど。絶対にメールアド携帯番号3人以上聞いてこいよ、あーいって言ってんだから。今でももうその文化ないでしょうね。もうその寮は結構あまりにも文化が激しすぎて、はい、そうですよね。もう潰れちゃったから。多分令和に駆逐される側の文化ですね。もう大問題だよ令和にあったら。ですよね、すごいゴリゴリの軍隊寮だったんだから。いや確かに、うん、もう今やってたらアウトだろうな。そうだよ、先輩にしばかれることもあるし、はい。だから大学でっていうのが珍しいですよね。そう、高校生の体育会系の寮とかだったら分かるんですけど、野球部とか軍隊館、自治寮で学生だけでやってるから、本当に謎のずっと受け継がれてるさ、ボロボロの学ランとハッピーがさ、はい、伝説のその寮を仕切る7人は支給されてさ。すごい文化だったよ。池崎さんもでもその7人に入ったんですよね。そう、7人に入って、水事は水事ってなんだよって。水事は基本的なのは食堂があるんだけど、はい、食堂の食券を作るっていうのが主な仕事。1ヶ月分の手書きでコピーして切って。それって、うん、雑用じゃないんですか。雑用、割と1年生とかがやらされそうな。それで炊事がやるんだよ、はい、で朝昼間の食券を配って、はい、みんなに買ってもらって、はい、でも俺がやっぱ1ヶ月30日の日と31日の日があるでしょ。ありますね。俺間違って30の日31とかやっちゃったで、はい、そしたら副寮長がめちゃくちゃ怖いやつで、はい、同期ですよね。同期、はい、もうそいつはね結構シュランでね、はい、もう怖かったね。シュランの同期の副寮長にビビってたんですか。でも普段はよ、はい、優しいやつなの、はい、真面目だけど、もうでもそういうスイッチ入ったら、はい、もうあいスイッチっつって、はい、お前ミスったなってこと聞こえてくるのよ、はい、
で俺そしたらもう仲間の俺の元相方山中くんは文化っていうね、はい、あの称号をそれも7人入ってたんですか。入ってた、和樹さんも。そう、なるほど。でなんか迫ってきて、はい、役員室っていうのが入り口にあるんだけど、はい、遠くからその副寮長が怒りで迫ってくる声が聞こえて、で俺の元相方山中が、はい、ちょっと隠れとけっつって隠れて、はいはいはい、でちょっと隠れてたら、はい、ガラスがガシャーンって笑うと聞こえてまずぶち破ってんの副寮長が。めちゃくちゃ切れてるじゃないですか。そう、むっちゃ切れてるんだよ。でなんかまた去ってって、はい、で出てきたら、はい、大丈夫だったかっつって、ああ大丈夫だっつって、そしたらなんかいい、うちの和樹なんか手から血出ててさ、なんか知らんけど、ちょっと行ってくるわみたいな。なんかね、ちょっと激しい量だったよ本当に、うん。それが後のソニックブラザーズになるわけですね。そう、ソニックブラザーズ現 DJ 4O になるわけですよ。現サンシャイン池崎と現 DJ 4O。そう、DJ 4O の話ちょっとしていい？どうぞどうぞどうぞ。あのね、この前、はい、ちょい前なんだけど飲んだのよ。ほう。うん。DJ 4O。うん、で DJ 4O がどうなの最近はって言って、楽しくやってるのって楽しいって言って、うんうんうん、なんか芸人もまたやりたいんだよねとか言って、ほう、ああそう、でまあそれはまあやればって言って、で他にもいろいろやりたくてって言って、何やってんのって言ったら、最近歌出すことになったわって言って、お歌って言って、はい、どういうことって言って、オーディションに受かって、はい、2次審査3次審査ぐらいまで行って、はい、受かって曲書いてくれて、はい、曲出すことになって、はい、それこそあの Spotify みたいなのあるじゃん、はい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 、あんなのでも聴けるようになるっつって、マジっすか、これ出るっつって、えっつって、はい、すごいな、でもお前歌うまくないじゃんって言って、あそうなんすか、歌うまくないよ別に、はいはい、普通というか池崎さんと変わんないぐらいですか。そう、なんなら池崎さんの方がちょっとうまいぐらい、あーまあどっこいどっこいだと思うよ、うん、でもいや歌出すレベルには達してないってことですよね。そんなやつが、はい、オーディション突破できんのかなと思って、はい、すごいね、はい、すごいですね。どういうオーディションなのって言って、まあなんか審査員がいて、なこういう人が見てくれててつってなんか見せてくれたんだけど、はいはい、まあ、俺はあんま詳しくないから知らなくて、はい、わーっつって、で受かったっつって、はい、へー、そっか、なんかレッスンとかあんのっつって、2、3回こうボイトレみたいなのもちょっとあって、はいはいはい、みたいな、おー、で、だいたい70万ぐらいかかってとか言い始めて、えっつって、オーディション受けて、あの最終審査まで通って、はい、なんか70万払ったって言ってたのよ。めちゃくちゃグレーな詐欺やってるかもしれない。詐欺かかんねえけど。池崎さん、うん、それ10代の女の子が引っかかるやつですよ。なんだろうね、養成所みたいなことだから。どういうことなんだろうと思って。いやいや、それ典型的なやつじゃないですか。典型的なやつ、これ、はい、よく聞くやつですよ。そう、よく聞くやつですよ、それ。10代が やられるやつ。あの地方から出てきた少女が、うん、ちょっと華やかな芸能界、うん、東京を歩いてたら声かけられて、うん、で何かな、え、私スカウトされた、うん、え、さすが東京、すごい、カメラマン代、スタジオ代、うん、そして レッスン代を取られるっていう、そんな話してた。え、41の DJ 4O が引っかかったの。DJ 4O、 しかも、うん、DJ 4O は、うん、言ったら芸能活動経験あるわけじゃないですか。そうですね、はい、言ったって、言ったって、そうだね、なんで引っかかるんだって。で俺も言ったの、はい、それさ、はい、よくわかんないけど騙されてたりしないっつって、はい、いやまあでも払っちゃったし。あと何よりも、うん、ちょっと一番言いたいのが、うん、いや歌出したかったんかいっていう、その70万払ってでも、うん、歌出したいってことですもん。そう、でも出るのは出るらしいよ、曲。いつですか。いつって、5、6月とか言ってたから、うん、出たらちょっとこの
ラジオ流してみるか流せるか分からんけどらしいよ。すごいな、うん、和樹さんやっぱすごいっすね。そう、あいつ開き直っちゃうから、はい、もうそれやばくないっつって、はい、いやでも払ったしいいじゃんいいじゃん、もう払ったからっつってさすが池崎さんの芸人になろうぜの誘いに、うん、そう、いいよやるよ、俺もう人生どうでもいいしあいつなんかねアグレッシブだけどなんか変なんだよな、変なアグレッシブさですよ。そう、まあだから人生どうでもいいから70万も別にまあまあ払ったのかもしれないですね、うん、そうだね楽しみ。表曲名何って言ったら、はい、表裏って言ってた。表裏、表裏、表裏一体の表裏ですか、ね、あそう、いや俺はその氷のなんとかとか、はい、そんなんかな、表裏、サブタイトルついてて、はい、表裏表と裏っていう曲それサブタイトルっていうかあの熟語の説明です同じこと2回言ってんじゃないかっつって同じこと火炎火や炎そうそうそうめちゃくちゃ聞きてえわと思って、はい、ちょっと非常に楽しみにしてます池崎は、うん、楽しみですね。楽しみ、ぜひ皆さんも Spotify で配信されると思います。されたらぜひ皆さん聞きましょう。 DJ 法王でやるんですかね。そうだね、歌をそう、もちろん和樹の声で。確かに DJ 法王っていう名前なのか分かんないけどね、それも聞いとくわ今度、宣伝しよう。でいざ聞いてみたら、うん、めちゃくちゃ歌上手くなったら面白いですね。そうだね本当にちゃんとしたレッスンで、そうそう、曲も良くて本当にちゃんとしたオーディションだったとしたら、もう僕らはうん、謝りましょう。そうだね、それは本当申し訳ないし、はい、まだそこはもうどうか分かんないもんね。はい、うん、僕らの推測でしかないんで、うん、いやーすごいな、やっぱやっぱねアグレッシブ。養成所の2期生って、うん、やっぱぶっ飛んだ人多いですよね。そうだね、確かに。やっぱりなんか1期から、うん、まあ、バーって知ってて、18期以降は講師から、うん、講師っていう形で知ってますけど、うん、2期生がやっぱ一番ぶっ飛んでますね、うん、やっぱやんちゃだったよな、はい、なんかやんちゃな人多かったね。バービーさんいて、池崎さんいて、うん、原市さんいてっていう、うん、まあ、多分一番その輩出してるのも2期生だと思うんですけど。そうだね、信号とかいてね。はい、すごいもんな信号なんて。はい、入学してなんか自己 PR の自己 PR で車を破壊するっていうのをアピールしてシンゴってウェディシンゴさんっていう、一時期エンタの神様にも、そうそうそうですよね、スタンドアップコメディみたいな、はい、今はもう芸人やられてないんですけど、そう居酒屋とかね多分やってんだと思うけど、なんすか車を破壊する。今だって自己 PR って、うん、今の養成所のカリキュラムは、うん、あれです、1人1分間で、うん、いかに自分というものを面白く他人に伝えるかっていう、あ結構難しいね、自己紹介のネタ見せみたいなのもあったりして、うん、でみんな例えば、それこそ小竹、うん、正規官だったら弁護士っていうフィルターを通して自分をこう紹介するみたいな、六方全風にするとか、そういうちゃんとした自己紹介です。なんすか車破壊するって。2、3時間かけて車破壊してたわどかどかなんかハンマーとかバコバコ殴ってインパクトはすごいよ、うん、一桁世代の時ってやっぱ雑ですもんね、スクールも。まずそうだね、コンプラも緩かったってことだね。緩かった、全然緩かったですね、うん、養成所の先生ってブーマーの伊勢さん。ああそうだ伊勢さんだ、うん、僕ら先生だったんですけど、その急に授業がなくなったっつって、うん、でなんで
ってなるじゃないですか、うん、そしたらその伊勢さんがその授業始まる前にスロット打ってて、うん、何してんだよすげえいい設定の台引いたから休みとか全然ありましたよ出すぎて、はい、止まんなくなっちゃったんだもうこの台は絶対設定いいから、うん、授業行きたくねえ当時の渡辺コメディスクールそんなん全然ありましたけどねそうだね今やってたら一撃で首切られちゃうもういやそうですね、うん、卒業式の後もなんか今出し物とかやるんですけど、うん、それは各クラスで演技の授業とかもやってるからそのちょっと演劇じみたお芝居を各クラスで発表するみたいな僕らの時なんてもうそんなんむちゃくちゃなんでそのエイジアそう渋谷のね渋谷のエイジアを借りて、うん、卒業の後に打ち上げやるんですけど、うん、そこのブラックライト使って、うん、全員ブリーフ1枚になって、うん、パンツを奪い合うっていう出し物してましたねああすごいねはい時代ですねはいやっぱブリーフがクラブのあのブラックライトに光って照らされててめちゃめちゃおもろかったんですよ、うん、なんか赤粉とかも入ってたしな、はい、なんか肌率が多かったよねなんかね多かったっすね、うん、肌出す率が今はもうそんなんやったら、うん、すぐ怒られるすぐ怒られるはい時代ですねどうしたのちゃんいやまあほんとこの前ね、はいあれもびっくりしたなこの前テレビでもオンエアされたけど、はい、うちに広瀬すずちゃんが来たねびっくりじゃん来たらしいですねうんすごいですねここの家ってだって橋本環奈さんも来てましたもんね来たでも実はすごい女優さんがそうあれって池崎さん本当に知らなかったんですか知らないのよびっくりなのよびっくりなんすか誰か来るのはあの知ってるよ呼びましたって言ってるから、はい、でいざピンポンって来たら、はい、あのちっちゃい窓に他の画面にさ、はい、出てんだけどなんだこれってやっぱ一瞬思ってこれすずちゃんだよなにしては、うん、リアクション薄くなかったっすかそう俺めちゃくちゃ薄くて薄ってなんかその後輩来た時のテンションとそんなに変わんないやっぱ驚きすぎたのと、はい、やっぱりこうミーハーな感じ出すとなんかすずちゃん嫌がるかなと思っていや池崎さん別にそんなビビってないよってふりしたんだよ池崎さん、うん、テレビなんで、うん、その本当のプライベートで、うん、例えばですよ、うん、例えば誰か知り合いの人が急に広瀬すずさん連れてきてたら、うん大げさにリアクションするのもなは分かるんですけど、うん、テレビ池崎さん確かに TV ショーでそうか TV ショーでお笑い芸人の自宅に、うん、広瀬すずがサプライズで行きました、うん、モニター越しに広瀬すず来ましたの時のリアクションはあれではないですディレクタービビってたと思うよあらいや絶対そうですよせっかく結構隠しでバレないように来てもらったのにうっすーってなったかもねだって隠すっていうことは、うん、やっぱりそこにちょっとした仕掛けというか意図があるわけじゃないそうだよさあ池崎どうリアクションするんだと広瀬すず来た時あいつとんでもなくなんだったら、うん、イエーイ言うのかないやでも猫おじさんのキャラだからそこは言わないか、うん、いやでもそれすら忘れちゃってテンション上がるっていうパターンもありだな、うん、どっちに転んでもいいぞ確かに完璧唯一違うのが、うん、地味なリアクション誰が来ても同じなんだよな俺のリアクションせめて固まってくれって思ったと思います、うん、あれ思ったほどテンション上がってないぞ、うん、あ違うか固まってるってことかいや、そうでもねおぉ、どうも、みたいな感じだったねいやね、あれは本当にね申し訳なかったなと思ってその番組のスタッフさんにもはい、すずちゃんにもいや、何よりも広瀬すずさんにも、うん、こっからも完全な想像ですよ、うん、
絶対、うん、広瀬さんにも、うん、スタッフさん言ってると思うんですよ、うん、池崎さんには言ってないです、広瀬さんいらっしゃるっていうのは、うん、なんであのもう本当インターホン越しで初めて分かる形になりますので、はい、ちょっと顔を、うん、このカメラの前にやっていただいて、うん、って言ってはいピンポン、うん、言われた通りカメラに顔を向けます、うん、あどうもお願いします開けまーすいいガチャあれ広瀬すずですけどご存じない知らないのかなって思っちゃったからいやほんとね怒ってらっしゃるいや薄かったね薄かったっすね薄かった自分でもびっくりした薄いなと思ってねまあまあまあでもそれがいいんでしょうね、うん、あの猫おじさんの状態ではそうだねやっぱ本当にビビった時ってのはあんなもんなのかはいそうだね池崎さんってその、うん、盛らないっすよねあんまね基本そうっす俺盛らないよね確かに盛らないリアクションそうギャラクシー企画もあるじゃないですか、うん、YouTube でねはい、うん、でお風呂のネットにっていう企画だったんですけど、うん池崎さん本当に熱くないと嫌だからって言って、うん、その俺とかディレクターの矢川さんは、うん、もう48度で沸かして手突っ込んで、うん、ああ熱いな、うん、本当にちゃんと熱い、うん、一般の風呂に比べたら、うん、じゃあこれだったらもう全然リアクション取れそうな温度ですねだけど池崎さんはまあまあ熱いけどもうちょい熱い方が俺はありがたいな耐えれるな耐えれるなって思っちゃうの、はい、あっつって耐えるっていいんですよあっつって芯から言いたいから魂のこもってあっつーをそう盛らないですよねなんかねそうなんか盛らないね俺ねあんまねやんないと盛ろうって思われて盛れないわ自然と持ってないねなんかね、うん、そうですよねいや盛らないな池崎さんはそうどうにかこうにちゃんとやんないとな、うん、いやもう手遅れっすよもう今さらだからかなあんまドッキリのあれも仕事もないしねですね、うん、多分やっぱ各局で、うん、あいつリアクション薄いぞってなってんのかもしれないねだからパーティー4に出た後は、うん、結構ドッキリかけられてたじゃんああちょこちょこあったねで、うん、やっぱあれ思ったほどあいつ、うん、リアクション良くないなそうドッキリ業界でも回ったんで多分でしょうねドッキリリストみたいな感じじゃないあいついいぞと、うん、誰誰、はい、リアクション S とか A とかなんか、はい、ありそうだよねそういうリストがはい俺多分 B とか C とか B じゃないですか B まあ B 使うならまあ A のこっちから聞いてみたいになるよね多分ねそうですね、うん、ブッキングするときに絶対若手のほんと、うん、そうリアクションいいやついるしそうなんだよ、はい、ドッキリブラックリストなんだよ俺はもうでしょうね、うん、それはちょっと思うだから僕らも、うん、YouTube 企画で、うん、一回もドッキリしてなくないですか確かにもう2年ぐらいやってますけど、うん、普通やりそうなもんじゃないですかそうだねやっちゃないね僕の中でドッキリ NG リスト入ってるからB ついてる B ついてるもう全然ドッキリ企画やりましょうって矢川さんに言ったこともないです一回も確かになああいうのって当然池崎さんにはダンマでやるじゃないですか、うん、ないっすねってあんま言わないもんな俺が一番簡単だと思うんですよ YouTube の企画で、うん、演者を騙すっていう企画が、うん、じゃあやっぱちょっとギャラクシーチャンネルには合わないですねドッキリのリアクションでかそうな芸風なのになうん、うん、よくないギャップだと思うけどねまあしゃあないかこういう人だしまあまあまあでもそれでいいんじゃないですかね、うん、まあまあしょうがないなここまで来たんで、うん、でもそれこそまあ他の芸人との差別化ですよねなるほどね全員やっぱリアクション良くするから、うん、
なのにこいつこの芸風なのにリアクション良くないっていう薄いんだよな。じゃあ瞬発力がないんだよな、ね、やっぱ、はい、やっぱ耐えれるからじゃないですか。だから渡りとかって本当にビビりなんで。まあ確かに、はい、そう素で言ってるもんねあれね、はい、素でうわーってなってるから、はい、あれ本気なんですよ俺。やっぱ驚かされたもんうっぐらいだもんやっぱ、はい、うん、多分耐えれるから、だから M 度が強すぎるんですよ池崎さん。確かに、臭いのとかもいけるじゃないですか。いける。熱いのもいけるですよね。冷たいのもいける。でちょっと M 度が高すぎるから、 M 度が高すぎるとちょっと向いてないのかドッキリに。だから S のやつほど多分リアクションいいんですよ。でも確かに、はい、キーちゃんもそっちだもんね、はい、僕めちゃくちゃリアクションします、うん、うわーってなるもんね。なります、なります。別に盛ろうとか関係なく、うん、っていうか別に表舞台じゃない時でも。確かに、はい、S の方がリアクションいいんだ。角から曲がってきたゴールデンレトリバーに叫んだりします。うわーとか言って全然曲がった先にゴールデンレトリバーいて全然叫びますね。そうだ、あ、その理論合ってると思う。 S の方がリアクション高い。いや多分そうだと思いますよ、うん、防御力が低いんだ。はい、うん、攻撃力に特化しちゃってるんで、うん、S の人間ほど多分。だから確かに誰だリアクションいい人。うーん、小峠さんとかはドッキリ。でもうちのチャンネルだったら誰だ、太鼓とかか。リアクションいいのですか、うん、中野はちょっと嘘くさいですしね。中野と高橋はやってる可能性がある。やっぱ中野 M なんで、はい、確かにね、はい、いやあると思いますよ。だから、うん、これはもうしょうがないですよ。しょうがない、これは直せない。生粋の M なんで、うん、なんで今後もギャラクシーチャンネルだ、うん、ドッキリ企画はないと思います。あ、安心です。僕ドッキリあんま好きじゃない。うん、俺さ、これさ、ちょっと待って、はい、これあんね、はい、この前テレビ番組見てて、はい、たまにあるじゃん盗聴器バスターみたいな。はいはいはい、ありますね。うん、気になるなってちょっと思って。ほう、やったことねえなと思って。そういえばこの家ですか。うん、あ、買ったのよ。え、盗聴、これ5000円ぐらいしたんだけど。何それ。なんか盗聴器があるとか鳴るみたいなやつ。エアコンのリモコンみたいな。そうだね、リモコンので真ん中になんか丸い穴が開いてるような。そう、なんだろうね、アマゾンスティックみたいなね。はいはいはい、リモコンみたいな。はい、でね、はい、やったの。ええ、何何、2箇所だけ鳴るんだよね。マジっすか。なんかね、はい、Wi-Fi が反応してんのか、はい、いまいち分かんないんだけど、はい、うちのこのトイレあるじゃん。猫トイレありますね、窓際に。えの横、はい、結構なんの。なんねえわ。でもそれは通常の音ですか。これ多分通常の音だと思うんだよね。こうなんないじゃん。はい、こうなんないね。あ、ちょっと待って、なんないところとなるところがあんのよ。え、こうか、ちょっと待って池崎さん。え、その止まったのは何なんですか。多分反応してないってことだ。行くじゃん。はい、こっち。あ、なんだ。あ、今、うん、リビングの入り口の方に、うん、やるとなんないの。なんないですね。そう、止まんない。止まるの。止まります。で、池崎さんが移動して窓際に行ってこうなんのよ。怖怖くないこれ。撃ちようと思ってで、ちょっと待って、もう一箇所鳴るとこあって、はい、2階の、はい、寝室の、はい、エアコン、はい、あそこも鳴る。この2箇所だけ鳴るのよ。なんかあと1ついいですか。うん、買ったのに、うん、なんか
取説多分ちゃんと読んでないでしょ。読んでないからなんかそれさっきからふわっとしてるんですよ、そのこの音だったらこうみたいな。これは盗撮盗聴器発見器っていうのか、怖っ。いやだから、はい、で分かんないのよあんのかどうかも。違う、それちゃんと、なんでちゃんと読んで使わないんですか。いや読んだけど、はい、なんかいまいち分かんなかったでも多分ある可能性があるってことだと思う。怖っ。ちょっとよ、それから一回これキーちゃんちでやってみてよ。うちには絶対ないですよそうすれば、はい、それでキーちゃんがの家でも鳴ったら、はいはいはい、この機械がおかしいというか、なんか、うん、今パッと見たら、うん、その Wi-Fi 付き、うん、カメラとかに反応するみたいな。携帯とか Wi-Fi 機能を備えて隠しカメラを見つけます、うんうん、無線式盗聴器を見つけますおおみたいな、なんか、うん、そんな機能があるらしいです。そうでしょ。怖っ。どこでもかんでもなるのか分かんないんだよね。でもうちだと2カ所だけなる。2カ所だけっていうのがめちゃめちゃ怖いですね。そう、トイレとか、はい、お風呂場とかに持ってたの、はい、これなんないのよ。で2箇所だけがっつりなんだよどう思う？どう思うかと言われれば、うん、一度ちゃんと説明書を読んで、うん、本当にちゃんと反応してるのかどうかを調べるべきだと思います業者来てもらおうかな。業者こうちゃんと読んだ上でやった方がいいんじゃないですか。そう、はい、そうだね、確かに、はい、盗聴器の番組をさちょっと酔っ払っててさ、はい、見ててさ、はい、うん、気になるなと思って。確かにこの家スタッフさんとかほんといろんな人が出入りしますもんね、うん、で番組やらなんやら、そう YouTube もそうで、なんとなく酔っ払ってたし、はい、Amazon でちょっとポチッとして酔っ払って衝動買いで買うもんじゃないでしょ。でなんか届いて、ああこんなもん頼んだなみたいになってそういえばやってみっかと思ってさ、はい、軽い気持ちやったらさ、はい、ピッ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 これと思って何と思って。これも聞かれてる可能性ありますよ。そうだよ、怖いっすね。日村抜刀パイとか聞いてんのかな9つの斬撃用とかなんか言ってこいつら何言ってんだって話ですね。聞くの途中でやめてんじゃねえかな、あったとしても。なんだこの家って、またわけわかんない時間ね、これ池崎悟とか言って、いやもういいいいってやってるかもしれない聞いてどうすんのこの家ってなってる可能性が高いと思うけど、うん、ちょっとねこれはまたおいおい話しますわ。さあさあさあ、そんなこんなで、はい、もうだいぶ経ちますんで。早いね、話したいこともまだまだありますけど。ワイドすぎるショー行きますか。そうですね、ワイドすぎるショー行ってみましょう。はい、ではワイドすぎるショー、はい、今週はこちらです。小池美優と宮城大輝が結婚発表。出ました、おめでとう。これは小池ちゃん、これはちょっと、うん、まあワイドすぎるかどうかわかんないですけど、うん、やっぱりこれはちょっと、うん、発表しなきゃと。私どものね、はい、単独ライブ、はい、でだいたい毎回 4,50 分のね、はい、劇団の劇コントみたいなのやるけど、はい、それのヒロインで毎回出てもらってる、はい、3回やって3回そうで、誰よりも声がでかいという、一回も声が枯れない、はい、で一番体ちっちゃい、池崎よりも声がでかい、そうやりきってくれるでおなじみ小池美優さんが、うん、なんと、うん、元格闘家で俳優の宮城大輝さんと結婚を発表しましたと。おめでたいね。だから小池ちゃんとかさ、はいはい、でもあれじゃん、コロナで 2,3 年やってなかったじゃん単独、はい、でその前から出てたってことは、はい、最初出てくれた時23,4ぐらいだったのかな。そうだよね、多分ね、うん、多分そうじゃないですか、若い。今が28とか9ぐらいでしょ多分。今いくつなんですかね。
29歳ほら、はい、だから25、4の時に出てくる。うん、小池ちゃんが初めて出た時びっくりしたね。びっくりしましたね。なんだ声のでかさ。そのちょっと可愛らしい人に池崎感のあるふざけたことやってもらおうっていうので、うん、キャスティングマネージャーさんにお任せしたんですよね。そう確か、うん、そしたら小池さんいらっしゃって、そう同じ事務所だからね、できんのかなって思ってたら、うん、一番声でけえ、うわーって言ってね。だから去年の単独ギャラクシーでももう、うん、あの、うん、拍手起きてましたもん。なんかそうそう、声のでかさとパフォーマンスがすごすぎて、はい、その拍手笑いっていうよりも なんすかね、もうなんかすげえなっていうあんまりお笑いライブでは起きないタイプの拍手が起きて、なんかすごい拍手だって、すごいもん見た時の拍手だったよね、はい、あれね、はい、が事件だよ全集合って言って、ドドリフと大爆走、ブブブブーバキッキキッとか、うわーダメだこれ小池ちゃんがね、とんでもなくでかい袖からのハイパーボイスで拍手取ってたもんね、うん、で袖に行って死体を発見したっていう演出で、うわピンマイクなしで、そうこれ、そんなサンシャイン小池崎こと、うん、小池さんが、うん、しかも宮城大輝さんってその、うん、テラスハウス、あテラスハウス初期のもう僕は大好きだったんで、めちゃくちゃ見てるもんね、はい、うん、いやびっくりですね。そんな空気みじんもなかったですよね。なんかね、そっちの匂いを全くさせないもんね、はい、小池ちゃん。なんかどうですか、うん、池崎さんが渋谷で、うん、くどけなかった人がくどいてねえフライデーさんが、フライデーだったかな、によるとお持ち帰り失敗でしょ、失敗した女性が、うん、結婚してしまいましたけど俺の初めての週刊誌小池ちゃんだから、はい、うん、前ねこのラジオでもちらっと話しましたよね、うん、バーベキュー帰りの、そうみんなで単独ライブ打ち上げで飲んでて、小池ちゃん来て、はい、で小池ちゃんと帰る方向にしよったから、キーちゃんの車 で、 そうです、ね、はい、渋谷までバーンって帰って、渋谷で降りて小池ちゃんと、それぞれ仕事があったんですよね、その後。そうそう、はい、でじゃあねっていうところをなんか2人で取られ、そこを取られてて、はい、お持ち帰り失敗して寂しそうに背中を見つめる池崎みたいなちっちゃい文字で書いてあって、なんじゃこれやと思って宮城大輝さんに嫉妬してるのかなと思って、失敗したからいや何にせよでもおめでとうですよ。でも、うん、この報道というか、まあ、ニュースが出た次の日に、うん、僕小池さん会ったんですよ。え、何で？あの普通に街中自転車たまたま乗ってて、うん、で信号待ちしてたら、その交差点右から左にあの、うん、小池さんがスーって通って、電動自転車で、はい、で僕と小池さん同じタイプの、そうだね、自転車乗ってるじゃないですか。だから、あ、小池さんだと思って、うん、で、ニュースになるちょっと前に LINE で報告来たね、はい、うん、いただいてたんで、わ、これも直接おめでとうございます言いに行こうと思って、うん、追っかけたんですけど、うん、2人とも同じ電動自転車なんで、うん、速度が同じだから追いつかないその多分小池さんも5段階中 5で走ってる、あ、マックス、はい、で僕も5で走るから同じ速度なんですずっと同じ速度で行って、で信号で追いついて、でおめでとうございますこれだって言って、いやでニュースなった日も僕ら池崎さん会ったじゃないですか、うんうん、でいや昨日池崎さんと喋ってびっくりしてたんですよって言ったら、うん、あの池崎さんからも、うん、あのお祝いのメッセージいただいて、うん、あそうなんですか、うん、あの人妻パーティーしようって言われましたな、何、え、何言ってんすかあの人何なんですか、その人妻パーティー、池崎さん、小池ちゃんが、はい、あの結婚しました、入籍しましたって来たから、はい、わあすごいね、おめでとうって言って、はい、いや私も人妻ですよって来たから、はいはいはい、お祝いしてくださいって来たから、はい、じゃあ人妻パーティーしようって来た、はい、いや人妻パーティーで結婚お祝いパーティーでいいじゃないですか、人妻パーティーじゃないの、俺はあの人何するつもりなのかなって人妻パーティーなんか怖そうなパーティーだな、いやいやそうそう、なん
池崎さんから人妻パーティーしようって言われましたまあまあちょっとお祝いしましょうよ、うん、ケちゃんは「いやお願いします」って帰ってきてうん、しよう、劇団のみんなで。そうですね、バーベキューしようよ。バーベキューしようよ。そしたら、ああ、いいですね、うん、バーベキューでまた、また写真撮られに行って、はい小池美優不倫みたいな、新婚早々浮気みたいな、なんのかな。いや、やっぱでも池崎さんが、うん、ああそうか、持ち帰ろうとするけど、うん、失敗って言って、池崎新婚ほやほやの小池美優を狙うも失敗みたいな、旦那にしばかれなければいいが超絶怒涛の失敗劇イエイは出なかったみたいなイエイとは叫べず、うん、ノージャスティスな池崎みたいな書かれないいや、おめでたいですね。いや、おめでとうございます。おめでとうございますと、うん、いうことで、はい、さあもう一つ、はいはい、募集しているテーマがあります。はい、覚えていらっしゃいますでしょうか。あれですね、のび太くんのエッチですね。ドラえもんの、はい、うん、のび太さんのエッチと言われた時に、あら、そうなの、じゃあお風呂一緒に入りましょうよと言われるような言い訳を教えてください。あー、知りたいね、男の夢だから。これはですね、うん、本当に難しすぎて、うん、応募件数、うん、だいぶ少なかったすいません、バルシの皆さん、ちょっと負担をかけてしまいました。ただ知りたくて、はい、うん、さあ、ではいきますよ。ペンネーム、うん、たこ焼き一番さん。ああ、いいね。静香ちゃんに、あら、そうなの、逆に、なら一緒に入りましょうよと言われる一言を教えてください。逆、静香ちゃんがエッチだよと言ってうやむやにして、わけもわからない状態でお風呂に入る逆っていうのか、はい、うん、なるほどね、エッチ、そっちがエッチだろうってことか、逆、あ、なるほどね、逆ギレしてみる、逆ギレパワーね。ラジオネームサップケイさん、あら、そうなの、じゃあお風呂に一緒に入りましょうよと言われる一言を教えてください。いつもお風呂で待っててくれてありがとう、やっと気づいたよ、僕もずっと大人にならないことには疑問を抱いていたんだけど、ドラえもんがいて、みんながいて、なんとなくずっと続けばいいとも思っていたから、君のお風呂を覗いてお湯をかけられることで1年前のあの日に戻る、これがタイムリープの条件だったんだね、これからは逃げないよ、僕は君と未来へ進む決心ができたんだ、じゃあ一緒に入りましょうじゃあ一緒に入りましょうよタイムリープを終わらせるため。なるほどね、 あ、はい、あ、そうか、じゃあ一緒に入りましょうよってなるか毎回私がお湯をかけちゃってたから、うん、ずっと小学生のまま。なるほど、しかし一緒に入ることでそのループが抜け出せると。はい、確かにこれだって入れるかもしれない鈴宮春樹のやつの、うん、お湯バージョンですね。うまいことを考えるねこれラジオネームおけけもりさん、あら、そうなの、じゃあ一緒に入りましょうと言われるぐらいの会社を教えてください、うん、のび太さんのエッチ、ごめんよ静香ちゃん、アメリカの宝くじが当たったから早く知らせなきゃいけないと思ってだからなんでなのかちょっとよくわかんないですけど、はい、シンプル言い訳だね、シンプル言い訳、はい、あ、じゃあ一緒に入りましょうよまで行きづらそうだね。やっぱ一緒に入ろうって言わせるのだいぶ難しいね、はい。ラジオネームカズトンさん、うん、あら、そうなのなら一緒に入りましょうよと言わせるための言い訳、キャーのび太さんのエッチ、のび太ヘでイルカのバブルリングできるようになったわ、じゃあ一緒に入りましょうよ、なんかちょ見せてちょうだいみたいなことだよね、あとはですね、ヘでバブルリングって何あのイルカがこうやるやつですねヘでできる、はい、これはちょっと見たいなちょっと見たくて、うん、あとですね、はい、これちょっと一人反則技を使った方がいらっしゃるんですけれども、うん、これですね、 AI チャットにどうすれば、うん、
乗ってくれるかというか、あの AI が答えてくれるアプリみたいなやつが、はい、はい、聞きましたと。だってキャーのび太さんのエッチに対する AI の回答、うん、すみません、静香ちゃん、僕はただ体を洗いたかっただけです、ついでに洗顔フォームを貸してもらえますかと言って静香ちゃんを説得します。そう、すると静香ちゃんは、そっか、そういうことだったんだね、でもあなたがエッチなんじゃなくてどちらかというと私がドジでしたねと反省し、お風呂に誘うのです。なんでだなんでそしてのび太くんは全身泡だらけになりながら、うん、これがうっかり静香ちゃんの家に来た恐ろしい代償かとつぶやくのでしたAI の回答だそうです。 AI 面白いじゃんなんでだよと思っちゃう。 AI バカですね。 AI バカです。 AI バカですね、うん、というような回答が来ておりますと、たくさんのお答えありがとうございます。こんな無茶なお題に対して皆さん、考えていただいて。そうだね、はい、うん、さあ次回のテーマどうしますか。次回のテーマね、ドラえもん難しかったね。うん、難しかったですね。アンパンマンにしようかな。おう、アンパンマンの最終回とかさ、はいはいはい、あるじゃん、はい、誰かが予想して書いてる、はい、そういうお題できねえかな。視聴率、うん、50% を取った、うん、アンパンマンの、うん、タイトルとは。ほう、その週もう絶対見たくなるやつ。俺もそんな絶対見たいわ。ああいいね。普段はどんな、アンパンマンと天丼マンみたいなことか。はい、うん、サザエさんとかでもいいかもしれないです。ああ、はい、視聴率 50% を取ったサザエさんのタイトル、タイトルは、あ、どんなんだっけサザエさんタイトルって。カツオ夏休みの宿題とか。ああ、なるほどね。タラちゃん気づいてしまうみたいな、なんか、うんうんうん、あ、いいね、はい、あ、いいと思います。それ行こう。はい、じゃあ視聴率 50% を取ったサザエさんのタイトルとは。いいね、見たくなるやつ。これ3本ですかね、それとも1本だけですか。普通3本だよね。さあって来週のサザエさんはの3本ですだもんね、はいはい、あ、3本欲しいね、はい、うん、じゃあ3本、3本大変ですけれども、うん、この予告流れたら絶対見る。絶対見る。だって 50% だよ、 WBC だよ、はい、そうですね、行きましょう。 OK、というわけで、Twitter アカウントサンシャイン池崎のラジオペガサス&ユニコーンというアカウントの、DM を開放しておりますので、そちらまで送ってください。お願いします。お願いします。さあ、あっという間に、あっという間の1時間ということで、まあ今日はこれぐらいにしときましょうか。そうですね。あれどうする、プレミア公開。ラジオありですけどね、毎回プレミアでもいいかもね。はい、うん、なんか皆さんチャットでワイワイ、うん、言いながら、で俺らも参加できるとこ入るぐらいで。そうですね、ちょっと前回僕あれだった仕事の都合で入れなかったんですけど、今回もじゃあプレミア公開で。はい、じゃあ今回からラジオは基本的にはプレミア公開で行かせていただきたいと思います。はい、じゃあ大体1時間ぐらいやったんでしょうか。では今週はここまで。楽しのみんな、ペガサスとユニコーン、今日も人参を食べようと思ってます。パカラッパカラッ。何も言うことなくなった。もうなんもない。じゃあまた聞いてくる。池崎さんの馬のイメージってもう人参しかないんですか。人参しかない。馬が人参か馬群しかないから、もう俺の情報は。あとオグリキャップ。この3つ、人参とバグンとオグリキャップしか俺も情報ないから、馬については、はい、じゃあマサ聞いてください。それではまた、パカッパカッ。